YouTube の動画撮影用にビデオカメラ使って撮影してたんですけど、先日突然使えなくなって故障してしまいました。で、これが返却されたビデオカメラのあるデータ、現物なんですけど、ちょっと待って、なんだ頑丈に作ってんな。これなんですね、 JVC の、なんだ過剰梱包だな、過剰梱包。でも下にもプチプチって続けここまでやるかい傷なんないようになんか当ててます。これなんですけど、もうだいぶ使い込んでるから、それでも1年と半年ぐらいしか使ってないですけど、めっちゃ綺麗に清掃してある修理したやつ、修理出したやつ戻ってきた。修理しなかったよ。で、このビデオカメラは2万5千ぐらいで Amazon で新品で購入したんですけど、今なぜか4万5千してます。で、一応修理に出したんですけど、俺の思いは2万5000円の商品だから、1万円2万円ぐらいで直れば修理しようかと思ったんですけど、これを見てください。ピントが合わない、レンズ内曇り、他傷破損箇所多数。修理見積もり4万2000円でした2万5000円で買ったビデオカメラの修理見積もり4万2000円。世の中はそんなには甘くないってことですよね。厳しいな、現実なんだね。これが新品買うよりも駆使されてたかな。本当にフル回転してましたよね、このビデオカメラ。今何で撮ってんのかっていうと、デジタルカメラで今これ本体は今は撮影してるんですけど、デジタルカメラどうしようかな。Amazon 調べても最安でも、ちょっとアマゾン見てみますか。パナソニックのは 38,500 円ですよね。ソニーは 37,500 円。パナソニック4万。JVC、ケンウッド6万8000。ソニー5万5000。JVC、3万7000。高くなっちゃったんですよ、これ。昔は2万5000、3万ぐらいで売ってますけど。ソニー5万5千円。パナソニック7万3千。手が出ないですよね、俺。こんな高いんじゃ。だいたい1年ぐらいしか持たないですからね。もうほんと酷使するから。1年。で、ヤフオクでも1万5千とか1万7千なら中古買えるんですけど、2016年生とか17年生。今から5年落ち。5年落ちで1万5000、1万7000です。手が出ないですよね。そんなポンコツいらないぞ、俺。
すぐダメになります。やっぱ5年落ちはどうすればいいんだろうな。なんでこんなんバカみたいに上がっちゃったんだろう。もうビデオカメラやめて、このデジカメにつくかな、この今これ画質悪いもんな。これ落ち着くのかな。買えないですよね。どう、3万8000の買うしかないのかな。我慢して、あれか、家電量販店行ってみて、2万5000円から3万で売ってたら買ってきましょう。国産メーカー、保証はもうつけない、保証つけても、3年保証つけても多分無理だと思います。この程度では状態見る限り保証で直してはくれないと思います。だから1年から1年半年ぐらい持てばいいなぐらいの、そのぐらいの気持ちでビデオカメラ買ってこよう。でこれは記念に残しときます。1年と半年頑張ってくれたっていう記念に、かわいそうだから頑張った、ほんと頑張った。俺今までデジタルカメラとビデオカメラ12、3台買ってるんですけど、みんな残ってますよ。記念に2階に上がってます。2階の倉庫に。頑張った証ってことで。でどうしようかな。明日日曜日だから家電量販店ちょっと覗いてくるか。家電量販店、これ親父のなんか人生で最後の車って言って、人生で最後の車、泉さん、ウクライナ危機に端を発して操作わかんないですね。やめとくか、事故って大変だから。今からビデオカメラ買いに家電量販店に向かいたいと思います。おお、行った。客そうだな。メガステージ新白川のヤマダ電機に来ました。ここ結構大きいので、ここならいいやつ売ってると思うんですけど、行ってみますか。ここがメガステージなんですけど、大型店舗が ビデオカメラ見てきたんですけど、最安で5万でした。5万、6万、7万って3台しか置いてなかったです。ダメだな、ビデオカメラは。アマゾンで4万5000、3万8000。当分このカメラで行くか。今リサイクルショップも見てきたんですけど、なんか2000円の1台ぐらいしかなかったです。いつもは7、8台あるんですけど、全然ダメだ。
ちょっとケーズ電機に行ってみるか。ケーズ電機、ケーズ電機、新製品が安いケーズ電機行ってみましょう。全然ダメですね、やっぱ。とりあえず、様子見るか。潔く諦めて。ということで、ここで完結で以上。